さあ、この遺跡が最後の課題だ。お前さんたちの腕とやら見せてもらおうか。ああ、遺跡の制圧ね。いよいよ俺たちの実力を見たいってわけか。ふん、それがゴブリン狩りってわけ。口だけじゃないところを見せてくれ。さあ、時間を無駄にするなよ。どうした、バシリ。イフってば、こっち来て。行くぞ。何か見つけたのか。まあね、あれを見てよ。なんだ、ゴブリンか。もう、なんだじゃないよ。イフってば、もっとやる気出してよね。さあ、バッチリゴブリンを退治しよう。そうそう、攻撃でバッチリだよ。了解。あ、そうね、私にも連携来たよ。私も一緒に攻撃しちゃう。行くよ。そうだ、連携すれば戦術リンクが形成されるぞ。よし、戦術リンクを確認したら攻撃を開始しろ。イフってば、見て見て。はやるな、楽しそうじゃない。お前さんたち、俺の分も少し残しておけよ。なら、真打ち登場ってか。やだ、現役の時の血が騒いじゃった。雇用契約前にやられないでくれよ。で、言ってくれる。前進だな。次行くぞ、次。ゴブリンは奥にまだ何匹か残ってるはずだ。なんだか火ついちゃったみたいね。城塞と指示込みのお手並み拝見ってやつさ。うん、ここだ。連携だ。前線で一斉攻撃、一気に決めるぞ。よし、分かった。私も連携ターン来た。あ、三人で一斉攻撃しちゃう。よし、行くよ。それぞれの相対距離を広く取って布陣した方が戦術リンクが長く良い連携効果が得られるぞ。そうね、近すぎると戦術リンクが結ばれないから注意しないとだよね。うん、これでキャンセルできるから納得がいく陣形で攻撃するといいだろう。いや、それはどうかな。奥にまだ気配がある。よく動くのは口先だけではなさそうですね。安心しましたけれど、そうね、どうかしら。なんなのなんなの。ちょっとあなた、ずいぶんと優雅なご登場ね。どちら様。ああ、こらこら、事情は後で話すが、そうだな、この先は彼女、安価と行け。じゃあ
この壁を爆破するわね。下がって。行きましょう。私の葉っぱなら壊せますね。吹き飛びなさい。驚き、本当に先があったね。周囲の状況を的確に判断することもバーグマンの護衛には大切な資質よ。バーグマン、あんた行動開拓者なのか。ええ、そう。行動護衛士であるあなたたちベーゲルイエーガーを雇う立場になるわね。そうか、そういうことか。何がそういうことだかちっともわかんないんですけど。つまり彼女がこの雇用試験のクライアント様ってわけだな、マシュ。何それ、そうだったの。むかつく。合格してもとっても素敵な仕事場になりそうね。この先は上層階に行ける階段があるようだ。これで地形を確認できるぜ。ではさよなら。あんたの武器は銃なのか。ええ、だから後方援護が基本です。専門職でもないですし。銃が専門じゃないってんなら何が得意なの。あなたってばバーグマンとしての計算と商談よ。戦闘では薬などで回復や支援もできるわ。ほう、それって器用貧乏って言わない。少しは父に近づけた。行くぞ。ゴブリンたちはとても汚いなりをしているけど、鉱石を掘ってそれを武器に加工する知能があるわ。やだやだ、ゴキブリみたいに気色悪いし、任務でなきゃ絶対に関わりたくない。目が合えば襲ってくるぞ。私もあいつら人間を嫌ってるのかもな。よし見てて。続きます。その戦術リンクの形によって効果が発動するのね。よし。行くぞ。2階に到着。やつらあれで宝箱を守ってるつもり。かわいいね。この遺跡にいるゴブリンはこいつらで最後みたいだ。さっさと片付けて雇用試験とやらを終わらせようか。ここ見えます。一緒に攻めるぞ。大したことないけどな。お姉ちゃんに自慢しなきゃ。行くぞ。ジーク、見てるか。この遺跡のゴブリンたちは全て殲滅したぞ。戦利品の宝箱もゲット済みだよ。あいつら無駄にはしゃぎやがって。
今向かってる。そこでおとなしく待ってろ。イフさん、バシリーさん、お疲れ様でした。見事な戦い方です。腕は確かね。賞賛に値します。呼び捨てで構わない。アンカ、堅苦しいのは抜きで。いちいち上から目線なのね。いいけどさ、褒められてる気が全然しないんだけど。少し教育が必要かもしれないけど、これからもよろしくお願いするわ。これからも？別にこれからなんてないわ。うん、二人ともよくやったな。よし、お前さんたち戦利品を確保して撤収するとしよう。さあ、撤収撤収。はい、宝箱を確認するわね。何が入っているのかな、お楽しみ。いやしいゴブリンどもが金込んだったから、その貴重なプルトン鉱石を奪って、俺たちの城塞都市内の文明の栄華を支える魔法科学をプルトンなくしてはクソの役にもならんか。しかし考えてみれば、相手がアジン種や化け物でなければ俺らも強盗団みたいなものだな。何言ってんの、バッチーゴブリンなんて退治して当然でしょ。遺跡や行動で同じ空気を吸ってるってだけでぶち殺してやりたくなるわよ。あーやだやだ。あの、お取り込み中いいかしら。宝箱が開いたわ。中身も大丈夫、バッチリね。よし、任務完了だな。長いは無用、撤収だ撤収。ジークリンデさん、ありがとうございました。ああ、何度も言ってるが、ジークでいい。それに、お前の父親には借りがある。気にするな。なんだよ、借りって。知り合いなのか。契約成立ってどういうことだ。そうよ、ちゃんと分かるように話してよ。そうだな、若きリーダーが譲渡の市民権を求め、行動開拓旅団の後継ぎになった。よくある話だろ。すみません、ご挨拶が遅れました。アンカと言います。よろしくお願いします。俺が足抜けした後世話になった開拓旅団の後継ぎ娘、コマンドメディックの見習いだ。なるほど、つまりアンカが俺たちの雇い主ってわけか。お前、やっぱり気がついてなかったか。なんでよ、どういうこと。俺たちは護衛士だからな。雇い主である行動開拓士バーグマンには従うものだ。なんか納得できないな。だって私と土地派も違わない子がリーダーってわけ。もっとさ、威厳とか凄みとか実力とかさ、そういうのいるでしょ、バーグマンのリーダーってさ。ややこしいからちょっと黙ってろ。お前さんは何でも姉さんと比較しすぎだ。楽しい職場になりそうじゃない。そうだな、アンカ、これからよろしくな。俺たちがしっかりガードする。ありがとうございます。城塞都市フェステの市民権を手に入れるため、蛮族の行動を開拓していきましょう。何よ何よ、もう私だって仕事はちゃんとやるよ。そうよ、最終考査の結果はどうだったの。晴れて合格だ。おめでとうさん、二人とも契約成立だ。サインはこことここね。何よ何よ、書くわよ、サインでしょ、もう。